こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本政府も長距離巡航ミサイルの開発を閣議決定、トマホーク級の巡航ミサイルを開発予定だ。本編ではもう少し詳しく見ていきます。トマホーク級ならあれもあれも搭載可能なんだよな。 SLBM が近づくか。2020年12月18日に行われた日本政府の閣議では導入を断念した。地上配備型の弾道ミサイル迎撃システムイージス・アショアに代わり新型イージス艦2隻の建造が決定された。こちらは従来のマヤ型護衛艦などの多目的で汎用性の高い駆逐艦タイプではなく、基本的にはミサイル防衛に重点を置いた艦だと見られるが、詳細はまだ明らかとは言えない。もう一つ、この影に隠れた艦は否めないが、重大な決定が同時に行われており、こちら現在三菱重工業が陸上自衛隊に収めている12式対艦誘導弾の射程を大幅に延伸する計画の了承である。現行の12式対艦誘導弾は、6機の誘導弾発射筒を重装輪の車両に搭載して運用する形式であり、およそ 200km の射程距離を有する。兵器として奄美大島や宮古島に配備されている。2020年12月29日の報道によれば、先日の閣議決定を受け、12式対艦誘導弾の改良型はまず、射程距離を 900km まで向上し、ゆくゆくは 1500km まで引き上げる予定と報じられた。現行の7倍以上に相当する射程距離の実現にも、技術的なめどはついている模様で、同様な亜音速巡航ミサイルの代表格、アメリカのトマホークの約 1600km の射程距離に迫ると期待される。しかし、トマホークは艦艇発射型の巡航ミサイルとしては、貴重な実戦を積み重ね熟成されており、信頼性は元よりアメリカの兵器体系に準じている日本でも、導入環境は容易にも見える。実際に、アメリカ以外の国でトマホークを採用できているのはイギリスのみに止まるが、これはアメリカとの確固たる同盟の存在と協力関係が前提のはずだが、日本も要件は満たしているだろう。それでもこれまでトマホークを日本が導入できなかったのは、ひとえにその保有が敵基地攻撃能力の獲得を意味する攻撃的兵器と見さされてきたためではないだろうか。現在でも日本政府はトマホークのような敵基地攻撃能力を秘めた巡航ミサイルの保有を行うことへの批判を恐れてか、それをスタンドオフミサイルと表現するスタンスをとっている。このため、用途が明らかなトマホークの採用は打ち出すことができず、兵器としての実態や運用は同様であるにもかかわらず、スタンドオフミサイルとして自前での開発を目指しているように見える。トマホークに対し改良する12式対艦誘導弾の射程距離は近づくことが可能であっても、元々の素地の違いから、一発あたりの破壊力ではそれに
及ばないとみられ、この部分でも不安感は残りそうだ。しかし、中国海軍の艦艇数の増強は待った無視であり、尖閣諸島海域に出没する中国海峡局の所属自体が警察機構から軍事機構に変わってきている状態からも、まずトマホークの導入を検討すべきではなかろうか。その導入と同時並行で国産兵器の改良を図るのが最善策に思えるのだが、これには前述のように対艦対地用の巡航ミサイルは攻撃的兵器につき、保有は厳しいとの見方を政治的に改める必要がある。それを進めるには当然政治的な困難は予想されるが、かつて航空母艦は攻撃的兵器に該当するとされてきた状態を護衛艦、出雲、加賀で覆したように推進してほしいものだ。これまで日本では航空自衛隊の戦闘機の兵装として最新鋭の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型用には射程距離約 500km のノルウェー製JSM 巡航ミサイルの導入を決定している。加えて F-15J イーグル戦闘機用には射程距離約 900km のアメリカ製 JASM と LRASM の2種類の巡航ミサイルの調達を決定しており、空対艦攻撃能力の射程距離の延伸を図っている。こうした戦闘機用の空対艦巡航ミサイルと異なり、12式対艦誘導弾はもとは北海道方面への旧ソ連軍の上陸阻止を担うため、その上陸用集定塔を攻撃するために陸上自衛隊と三菱重工業が開発してきたものだ。戦後の日本の防衛上の脅威といえば、まずは米ソの冷戦終結まではこのように旧ソ連の北方からの侵入への警戒があり、この後に核兵器を開発し弾道ミサイルを保有した北朝鮮への対応が必要となった。北朝鮮の脅威は今日も継続されてはいるが、1990年代以降に経済発展著しい中国が海軍艦艇や航空機など通常兵力でも大幅な増強を見せ、尖閣諸島をはじめとする南西諸島への圧力を高めている。それに加えて中長距離攻撃が可能な巡航ミサイルを中国軍が急速に配備を進めてきたため、今日では北朝鮮のミサイルよりも中国軍の日本の領海領土への接近阻止を担う追艦対地攻撃兵器の導入が必須となってきた。そうした状況下で今回の12式対艦誘導弾の改良による長射程距離化は、これを沖縄本島に配備することで北朝鮮の首都平壌まで約1500キロ、北京まで約2000キロの範囲に置くことが可能となる。それでも現在公表された12式対艦誘導弾の改良型でも最大約1500キロの射程距離につき、平壌までをギリギリ攻撃範囲とできるかどうかという状態ではあるが、攻撃的な抑止力を日本が持つことを暗示できる。ただし繰り返しになるが、日本政府も敵地攻撃能力の獲得を目指すとは建前上からも認めるわけにはいかず、
北朝鮮や中国側がそれを察知し、日本への攻撃を躊躇することに期待するという、いびつな状況が生じているように見える。